応聞いたんで、これで絞っていけば、うんうん、だんだん縮めていくと思いますんで。っていうか、うん、聞いちゃったか。ここまでいけばね。ああ、だいぶ、すごい。ほぼくっつきますからね。そうですね。これね、大丈夫そうですね。うん、音も別に鳴ってないですもんね。鳴ってないですね。これ、真似する人、いるかな、いないんじゃないですか。これね。個人でジャッキ持ってる人、なかなか少ない。やらない人は何十年盆栽やっててもこういうのやらないでしょうしね。うん、そうですね。ハサミだけの人とかっつって、あ、ここまで来れば大丈夫かな。大丈夫ですね。ああ、行ってる行ってる。あれ、これ行ってるかな。ここ来てますね。ここのとこ白いのが。ああ、本当だ。はいはいはい。ここね。一応ここでギブアップです。ギブアップ。ええ、ここでもう堪忍してって。これじゃやると。堪忍して。いいですか、向こう持ってって、うん、ちょっと早め切って、うん、大丈夫ですね、下元気だから。あ、でも正面が出てましたっけ。正面変えたんですか。こういう感じで撮りたいんです。ピセットは入ってますよ。入ってる。わ、すごい。フルセットです。おお、すごい。なんなら、ギルマさんおすすめのこれは自分で買いました。ああ、あ、これ同じっぽいですね。同じですか。同じっぽいですね。やっとこれいいんだよな、ピッカピカだ。これやりますか。これをちょっと使っていただいて。いいじゃないですかね。赤松の続き。続きです。ってことですね。はい、すっきりしましたね。まあ、なくてもいいんでっていう話で、そうですね。2ヶ月、3ヶ月経てば、結果出ますよってこと、うん、まあ、1ヶ月で大体結果出て、結果出ましたね。大体、この、もう、下のね、こっちは元気なんで、こうなってるんですけど、はい、上の方はみんなこういう風になっちゃったんで、もう取っちゃうと。これまだね、秋、9月、10月と成長できる時期なんで、うん、ここにこう被ってると、この木が今度元気なくなっちゃうんで、はい、ということで、取っちゃいました。こちらの道具で、作業していきたいと思います。新商品なんでレビューも、そうですね、込みで、はい、まず草取りですね、はい、はい、盆栽のまず基本は草取り。あれやってからどう、1ヶ月ですかね、うん、1ヶ月ちょいですかね、1ヶ月ぐらいですかね。いや、おかげさまで本当に動画も伸びました。あれね、なんかね、あんなマニアックのダメなんだよねなんて言ってたんですけど伸びましたね。意外や意外でしたね。正直僕、枝ない方が今のいい気がするので、やっぱね、と思いますね。ちっちゃくなったと、はい、コンパクトで。そうですね。で、そうすると、あの幹も見せられるんですよね。そうなんですよね、うん、いいですね。いいじゃないですか。ちょっと使ったりして。それって何なんですか。これは植え替えした時に、はいはい、あのこう土を抑えるために。あ、そのためなんですか。そうですね。なんか、まあ、毛と土をこうやるためかな。あ、でもこういうね、あのテーパーかかってるってことはなんかこう作業できますよね、うん、あとは少しあれですね、フルッパみたいなやつは取って、あの本当はね、これこういうとこきれいにしちゃってもいいんですけど、うん、まあ枝数がこれだけに今一気に減ったんで、あの少しつけときますね。あの、うん、本当は美観状はこういう去年のやつ一回取っちゃうと綺麗なんですけど、はいはい、ちょっと少しだけ抜いてきますか。あんまり抜きすぎるのも良くない。そうですね、ちょっとこれだけね、あの作業したとこなんで、うん、で葉っぱが多ければ、あのこういう割れたようなところも、うん、また埋まってくるということになってくるんで、でおそらくこれですけど、私の予想ですけど、ここら辺ここ割れてると思うんですよ、はい、うん、どうせいらないんで針金切ってちょっとこう見てみましょうか、うん、どんな風になってるか。じゃあ針金切るよ。キュウさん全然使ってないんですか。未使用です。うわー、なんか筆いいのかな、私が筆下ろしを筆下ろしをこの辺を切っていっちゃいますね、はい、お、いいですね、切れ味抜群。結構太い導線ですもんね、うんうん、ここまで、アルミ線は入ってはいたんですね、はいはい、多分ここに当たってるかどうかにですよね、うんうん、そうすると原因が、じゃあお借りします、はい、ぐーっと
なんかいいですね、重厚感ある、すごい切れる感じがする。すごい切れる感じしますよね、うん、僕もちょっとだけ切ったんですけど。ああ。どうでしょう。なるほど。どこが割れてるんだ。あそこだ。やっぱりね、予想通りですよね。で、アルミ線がこっち来ちゃってるんですよね。なるほど、ね。はいはいはい。でまあ、ここ曲げるって最初想定して、ね、ないここだけのためにやったん で、ね、まあ適当にこの辺までって入れたアルミ線なんですけど、うん、もう こっち側に入ってればね、割れてなかった、違ったかな、うん、まあ、あと導線がやっぱりここに下に当たってれば、はいはいはい、割れてなかったと思うんですけど、まあでもこの方がすっきり作りやすいんで、うん、ということで割れてますよね、ぱっくりここね。じゃあアルミ線も切っちゃいましょう。これこんな感じで、まあ、これを下ろして玉ですね、これはね、これが裏枝いって、これでこんちょこんと作ればっていう感じですかね、うん、やってみましょうか。はい、いらないですねこれね、あの前出ちゃってるんで、うん、取っちゃいます。じゃあこれを、はい、あ、それも初めて、うん、初めて、ちょうどいいですね、ここで。あ、切った。おー、はい、じゃあこんな感じですね。はい、はい、なんとなくもう姿が見えますよね、なんかこれでね、頭下げて、まずはですね、この一番上のこの頭とこいつの一番下、挿し枝ですね。でこれが裏になるんで、イメージ的にはなんか元側にやっぱポキッといきそうなんでね、ちょっと慎重にいきましょう。ここが挿し枝。そうですね。でこれもこういう方向でねじって上げていくんで、はいはい、こう 右時計回りですね。時計回り、はい、ここ3つあって本来なら抜くんですけど、うんうん、ちょっとつけときますね、はい、やがてこう3本あるんでここ、うん、まあ、本来真ん中抜きたいんですけど、抜いちゃうか、抜きますか、抜きます抜きますか。赤松は冬に近づけば づくほど枝が折れやすいんで、前、まあ、言ったかもしれないですけどね、6月頃とかって非常に柔らかいんですけどね、はい、今ならまあできますけど、この木はあれでしたっけ、大きさ間違えて買ったやつでした。ああ、そうです、そうです、そうですね、まあ、ようやく小さくなる小さくなりましたね、でもね、小さくなって土がどのぐらいの大きさに入れられるかっていうのも、そうですね、こんだけ角度変えるとそこまで浅いのできないですもんね。うん、できるのかな。まあ立てるんでね。というか、まあ、あの根がどういうふうになってるかによってですよね。春まで見れないっていう。そうですね。楽しみです。あ、上の行ってたんですね。あ、グリーンクラブ。グリーンクラブ。うん、行ってきました。ね、いやー、いいのいっぱいありましたよ。いいですね、あれ昨日見てて。盆栽大野さんは安いですね。大野さん安いですね。安い、あんなね、ちっちゃいやつ、うん、大変ですよあれ。だって鉢だってね、そこの鉢に入ってますもんね、うん、そうですね。これちょっといつあげるかわかんないですけど、あ、10月のあの丸々のイベント、はいはいはい、今大野さん出てもらえるんで。あ、10月に来てもらって。そうです、大宮でも、大宮駅の近くで、はい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 、大野さん販売してもらいます。ああ、なるほど。神田さん同級、同い年だったよ。タイガさん。タイガさん。大野さんの若い人、まるまる来てくれるって。同い年。同い年なんだ。そう。いいじゃん。だから今日ね、同年代だから協力して。確かに。同じ大宮でいいこと。本人も来るっすもんね、大野さん。そうそう。お手伝い来てくれるって。なんでね、この業界に取り込んできたのか。ね。興味ありますね。2人の23歳対談、対談、僕らの時代みたいな、ちょっと違うタイプですけどね。ん、静かな人じゃない。静かな人、違うタイプ。ちょっと落ち着いた感じの、落ち着いた感じの。落ち着いたって言われるんだけどでもそういう人と相性いいでしょ、カンタさんと。うん、かもしんない、うん、あ、なんか葉っぱ取りたいな取りたいなうん、今は14番と16番かな。この赤いのが14番ですね。赤い方、赤い方っていうか先かけた方が、2つ目のやつが今16番ですね。導線ですよね。導線。続いて18番ですね。18番がね。で、まあ基本はあの針金かけ下からかけていくっていうんで、はい、18番だったら大体最後までかけても大丈夫なんで、うん、はい、本当はね、20番、22番で仕上げればいいんですけど、うん、枝数減らそうとすると、まあ、18番で仕上げちゃう時がありますね。
これいいですよ、本当にね、重厚感あるっていうか、ハサミ、うん、菊はいいですね。このタイプ買う人あんまりいないですもんね、多分。そうですね、最初にね、うん、すごい使いやすいですよ。これ切ってて気持ちがいい、うん、これはに今20番ですね。どうしても五葉松とか黒松と違って粘り気がないんで、うん、枝に、まあそこのまた難しいところがまたいいんですけどね、その扱いづらいところがまた赤松のいいところで。赤松好きですよね。好きなんですよね。前もなんかツイッターだったかな、昼間さん何が好きですかって言われて、まあ赤と五葉、まあ五葉はねやっぱり王道ですよね。そうですね、うん、で 黒松はやっぱりあの一本しか持ってないし、まあ赤松は目起こししなくても赤松黒松はこう太陽に向かって上がってくるんですけど、まあちょっと干渉って考えたら少し上げておいても、はい、いいかなって感じですね。これ第3弾があったりしてね、これ。いやでも植え替えがありますよね。植え替えあるけどその前に葉っぱなくなりましたみたいな。それ大損なのか、もう終わりですよ。終わりですね。みんなあれ。そう、最終回とかね。最終回ですよ。最終回。この太い針金に、はい、添えてやった方が本来綺麗なんですけど、うん、効かせるためにはあえてここをこう上からかぶせて、やった方が効くんで、細かくというと展示会なんかでやる出す時は添えると綺麗に見えるし、はい、こういう木作りの時はこうやって乗っけてやるとこの針金が効くんですよね、はい、今かけてる針金がで、ちょっと使い分けたりしてます。これちょっとここも長いんでちょっと切っちゃいますね。一番危険なのはこいつをこう、こちら側へこう折り込んでいって、はい、でここで頭使ってこれを枝にするイメージですね、もしくはこれが頭になってこれを枝ですね。ちょっと一回折ってみて、はいはい、でこれは右回転に交錯してますんで、こうねじりながらこう上に上げていくと、はい、でこいつが裏ですね。これもうちょっと裏かな、これ1本です。寂しいんでね、はい、はい、遅いから怖いですね。怖いですね、いっちゃいそうでパキッと、うん、あと赤松はね行くんでね、パキッと普通に平気で。マスクしてるから分かんないけど結構、ね、唇が変になってるんですよ。こういう風にやってる時で曲げるコツとかあるんですか。まあそうですね、やっぱり針金のとこ背中に持つ位置、手の持つ位置も、そうですね、こっち左手で押さえて、まあ枝こう違うんですけどね、2つの枝で全体でこの裏を作るっていう、はい、さあここが一番勝負の、ここですね、ここ曲げたいんですね、はい、少しねボリュームがあった方がいいんで、ちょっと頭にくっつけますねこれを。一応静止が終わったんですけど、はい、お、動画向けって言ったら変ですけど、少し葉っぱを切って見栄えを良くするか。後ろでプロが見てますね。ね？映ってるから。切れなくなっちゃう葉っぱね。やりますか、盆栽球さんだから。はい。ちょっと黄色。うん、本当はね、木はさっき言ったみたいに、うん、これだけ曲げたんで、はい、葉っぱできるだけ取ってないんですけど、本当残しておきたいというのなんですけど、まあ少しでもかっこよくやっぱりね、うん、世の中の人に見てもらいたいんで、ありがとうございます。ちょっと切りますね。
私こうやって一つまとまってこういうふうに切ります、うん、見栄えがね、やっぱりだいぶこれで、うん、葉っぱの先端茶色くなりますけどね。そうですね、うん、そこはもう、まあ、問題はあの芽なんでね、うんうん、芽がちゃんとしてれば床屋さん行く感覚ですよね、うん、すごいなんかその歯が立ってるって感じしますね。あの包丁みたいな、うん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 、切れ味。ハサミですか。ハサミすごいですね。新しいから切れるのかもしれない。まあまあそうなんでしょうけどね。重いから。ちょっと重いかもしれない。うん。あっけ。予想してた今。太いですよね。うん。うん。ここね、何でも切れそう。包丁みたいなイメージ。うん、厚さがすごい。目切りとかにはちょっと向いてない。まあどのぐらいのやつをやるかですよね。ミニ盆栽でしょ。僕は大きいのやるから使いやすいと思うんだけど。うん、でも僕欲しいそれ。うん、大きいのやるのには。いくらしたっけ？これセット？7000いくらした。これ結構高かったよね。7000ぐらいだった気がする。しなーそれ。めっちゃ切れる感じするけど欲しいのそれ。何でも俺それにするかもしれない、うん、何でもまさみちょっとね、ミニの人にはあれかもね、やっぱり何でもまさみが今ステンじゃないんですよ。ああ、なんかこんな感じかな。え、腕がなんかあるみたいダメみたいどれのこと言ったか分かんない。腕がこっちゃん何気になっちゃう。どこあ、それそこが一方しかない。これが一緒になってから。あ、そこね。どっちかでいいんじゃないか。あ、ならこれ取っちゃうんだけど、うんうん、ボリュームって感じですね。そうそうそう、ここで全体で。そうだ、さっき言ったんだけど、本当はね、こういうやんないんだけど、どっちか死んじゃうかもしれない。いや、死んじゃうかもしれない、本当に。まあやがてこれでもなくてもいいんで、これはこの辺が埋まってくれば、うん、どうしよう、植え替えちゃう危険だよな、ここまでやってね。小鉢に植えるんですか。ああ、もうやるんだろう、もちろん。じゃあ、もうやめといた方がいいんじゃん。え、このままの方がいいんじゃん。このままがいいやな。本鉢入れるとかだったらまだな。ああ、いやいやいや、ちょっと持ってきますか、はい、じゃあこれで裏枝を見せたいんですよ、ここね。はい、うん、ただもう鉢ぶつかっちゃってるんで、うん、で、本当はもうちょっとこれやっぱり起こしたいぐらいなんですけど、そうすると裏枝がまた上上がっていっちゃうんで、はい、いいじゃないですかね、うん、まあなんか取ってよかった、うん、感じしますね、うんうん、はい、やっぱり目数が増え、枝が増えていった方がいいんですかね、うん、そうですね、うん、ボリューム、そうですね。で、あとは懐に吹いてくれ、こういうね、こういう芽を大事にしてっていう懐の芽をだんだんやっぱり追い込んで密になってくると、うん、まあこのやっぱり野生味がね、見据えて、あとはここら辺、ここをもっと削りたいですよね、綺麗にね、もうボコッとしちゃってるんで、まあでもいいんじゃないですか、これでこんな感じで植えて、鉢がね、ちょっと鉢あれ持ってますかな、これに一回入れるとね、いいですよね、とりあえずの完成ですね、はい、まあ一番いいとこを生かせて木作りができましたってところですね。じゃあ次は春ですかね、植え替えの時にですね、はい、ちゃんと生きてれば生きてればはいということです。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。